理想 S106、R423 は、フランツ・リストが作曲した12番目の公共八1857年に、バイマルで、シラーの詩、理想を元として作曲した。この曲はもともと、バイマル劇場のゲーテとシラー、ビーランとの像の除幕式のために作曲されたものである。この曲で、リストの公共詩の作曲は一旦中断される。次のユリカゴから、 墓場までが書かれるのは、この曲が完成してから20年以上後のことである。1857年9月5日、バイマル宮廷劇場にて、リスト自身の指揮により初演。上記の除幕式で、ファウスト公共曲と共に演奏されたが、初演の時点ではあまり受け入れられなかった。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、 中バ、ティンパに3個、シンバル、言語部、約27分。木管と低弦のピツカートに導かれる、アンダンテの導入部と、速い弦の動きのアレグロスピリトーソの主部からなるが、途中でも、助走の主題が出てきて循環する。なおオプションによる短縮型は1種類のみだが、長いためこれ以外にも後半をカットする指揮者も多い。ありがとうございます。